これまでのビデオで新しいパスやマスクノブのコンセプトについてご紹介しました。このビデオではエクスプレッションとトークンを使ってより複雑な選択範囲を指定する方法についてご紹介していきたいと思います。このノブのエクスプレッション言語っていうのは刀で使用しているセルエクスプレッション言語の簡易版をベースにしています。まず、ジオカードとジオトランスフォームノードにあるデフォルトのエクスプレッションについて簡単におさらいしておきましょう。 ジオカードはジェネレート系のノードなので、パスのデフォルトはペアレントのノードネーム。 というエクスプレッションです両方ともトークンでヌーク側でデータをインサートして名前を入力しています一方ジオトランスフォームはモディファイ系のノードマスクのデフォルトはラストモディファイドというエクスプレッションですこれは前のノードで変更されたものにジオトランスフォームを適用するトークンですここでスラッシュアスタリスクというエクスプレッションを使うとシングラフ階層のルートからした全てを選択するという意味になります 選択を拡張するためにアスタリスクを使って指定したテキスト文字列すべてを選択することができます例えばシーンのオブジェクトのカードアスタリスクと記述するとオブジェクトフォルダーの下にあるカードすべてを選択しますダブルスラッシュのカードアスタリスクだとカードで始まるノードすべてですしシーンのダブルスラッシュカード1だとシーン内のどこにあってもカード1というものが選択されます もちろんプラスマイナスのエクスプレッションも使えますので、例えばダブルスラッシュのカードアスタリスク、マイナスシーのオブジェクトのカード1と記述すると、カード1以外のカードすべてを選択できます。 他にもダブルスラッシュのカードアスタリスク、プラスダブルスラッシュのスフェアアスタリスクだとカードとす全てを選択できます。その他の例としては例えばダブルスラッシュアスタリスク、テレスコープアスタリスク、これはプリムのうちテレスコープが含まれるものが選択されます。さらにダブルスラッシュのアスタリスクを追記するとテレスコープを含むプリム全てとそれ以下の階層のものが選択されます。 また、死んだらライトにすると、心臓のライトというコレクションに含まれるプリン全てが選択されますので、この場合ライトのコレクションも作成する必要があります。というわけで、エクスプレッションを使った選択範囲の指定方法についても、これでより深く理解していただけたかと思います。